僕は2年前のあの日から柏崎選手とそのベルトを追ってずっと走り続けてきました。だから僕とベルトかけて戦ってください。やってやってもいいですけど、今試合見てました。俺強いっすよ。すごいいい練習できてるんで、準備は万全ですね。あともうすごいやる気あるんで、もう勝つための準備を試合までに最高潮に持っていくっすね。やっぱ意識はすごい変わってますよね。いつもとはやっぱり違うっすね。ベルトをかかってるタイトルマッチずっと待ってたんで、やっぱり相手は柏崎選手っていうのもあるし、意識はいつもと全然違います。やっぱり本戦上がった時からベルトっていうのはずっと欲しかったし、本当は1年以内ぐらいでいけるんだろうなと思ってたらこんなにかかっちゃったし、でもまだ満足してないんで全然。やっぱりベルト取っても満足しないだろうし、やっぱり自分の意識がどんどん上がってきてるっていうのは自分で分かってるんで、これからもどんどんやっぱり目標高くやっていきたいですね。終わりが見えないような、格闘技人生を送りたいです。すごくありますよ。やっぱり柏崎選手が出てきてからデストのやっぱみんなの意識変わりましたよね。本当に自分もそうですし、なんだろうな、ああやってやっぱみんなは煽るじゃないですか。すごくみんなは煽って、やっぱり自分とか他のみんなとかもプライドあるんで、ふざけんなよとかやっぱ腹立つ思いとかもあるんですけど、でも僕はここまで上がってこれたのも本当彼のおかげだと思ってますし、本当彼のああいう行動とか彼が勝っていく姿を見てたんで自分も追いかけ続けてこれましたし、本当にそこら辺は試合決まってからずっと思ってますね。柏崎選手のおかげでここまで来れたって。でもやっぱりそれで超えないといけないですよね。もう彼が盛り上げてくれたんだったら、その盛り上げた環境で作られたこの僕が自分が柏崎選手を倒してまた新しいゼスト作っていかないと、新生ゼスト作っていかないとなって思ってます。なりましたね。あの試合、これ言っていいか分かんないですけど、僕格闘技やめようかと思ったんですよ、あの時でもあの時に本当負けてどん底に落ちて、別に負けただけでどん底に落ちたわけじゃなくて、本当にいろいろあって、もうやめてもいいなって思った時に、自分のそばにいてくれた人たちが今もそばにいてくれるんですよね。あの時声かけてくれた人たちのおかげで自分は格闘技今やれてて、あのことがあったから渡辺修斗っていう人間そのものが今のいるんだなって思います。やっぱ雑誌とかのインタビューでも見てたら、その渡辺修斗選手に勝った時から自信がつき始めてみたいなのを見て、僕が柏崎選手を勢いづけてしまったんだなって、そうやって自分が今の彼を勢いづけてしまったんだったら、柏崎選手を止めるのは自分しかいないと思ってます。自分の役目だなって思ってますし、もう止められるのは自分しかいないと思ってます、本当に。なんすかね、ああやって例えば会見とかインタビューとか表に出るところでは、なんか本当リスペクトのない挑発というか、もうやっぱ人をただ落とすだけの発言っていうのは自分は正直好きじゃないし、あれで盛り上がってるのかって言えばちょっと
分からないですし、微妙なんじゃないかなと思ってますし、でも新宿フェイス上田さんとの試合が終わった後、自分柏崎選手と向き合ったじゃないですか。彼の表情を見て最後握手して、なんかあの時にあれちょっと違うなってなんか感じたんですよね。自分がイメージしてた柏崎選手とちょっと違うなって、なんかあれだけですごく感じて、あ、彼と戦いたいなって、あ、この人は強いチャンピオンなんだな、僕が自分が勝って柏崎選手に勝って自分がもっとゼスト盛り上げていかないといけないなって思いました、はい、自分はゼスト引っ張っていきたいですね、はい、背負うっていうのも分かるんですけど、自分は引っ張っていきたいですね。自分がどんどん活躍してゼストの皆さんに、みんなに道を示していきたいっていうか、あいつがいるからゼストはここまでいけるっていう、みんなに目標を持ってもらいたい、自分がトップに立って引っ張っていきたい、みんなを、はい、やっぱこの年になって父の知り合いとかと会うようになって、当時の父の話とか聞いて、やっぱりいろんな人から僕にとっては修斗君のお父さんがヒーローでしたとか言っていただけて、本当すごく嬉しい。自分はもうそういう父のことを覚えてないので、幼い時だったから、そういう話を聞いてやっぱ自分もそういう存在になりたいなって、誰かのヒーローになれたらいいなって思いましたし、あとは父とも約束してるんで、チャンピオンになるっていう約束じゃなくて、チャンピオンになったら果たせる約束なんで、やっぱりもう父との約束は絶対に果たしたいと思ってますし、それが僕の親孝行だと思ってますし、チャンピオンになったら父を超えられるのかどうかわからないですけど、自分が満足する、もういいやって思えるまで走り続けたいですね。もういいやって思えるまで。やっぱり自分がレスリングをずっとやってきたっていうのは自信になってるというか、まあ、あの時レスリングやってて本当に良かったなって今思いますし、なかなかレスリングだったら他の人に負けないなって思ってますし、あとは、彼は寝技も強いと思うんですけど、自分も寝技は負けないと思います、それぐらい自信ありますね。あとは打撃も、昔やった時は自分全然ダメダメだったんですけど、それなりにできるようになってますし、なんだろうな、昔より自分の MMA スタイルができる、なんか 型ができてきたなって思ってます。自分で自分の MMA スタイルの型ができたんで、やっぱそれをやり通そうかなって思ってます。もしそれが通じなかった時にもうワンパターンとかツーパターンあるんで、いろんなやり方は自分今もうできるんで、はい、やっぱ単純に自分の強さと柏崎選手の強さがぶつかる試合になるんじゃないかなって、単純に強さがぶつかる試合になると思います。はい、できますよ、他にもできますし、でもやっぱり自分は会見でも言った通りバックチョークがいいんですよね。一番格闘技習って一番初めて教えてもらった技だし、一番なんだろう、決める確率が高いというか、自分はもうこのバックチョークのこと相棒だと思ってるんで、自分のもうこの相棒で戦ってきたんで、やっぱさ、そういうタイトルマッチ、特別な試合も信じて自分の相棒で決めたいっすね。はい、自分はバックチョークで決めます。切って落とします。はい。